一緒に写真を撮りに行く？覚えてるんだって。あら、早いわね。言ってなかったかしら。じゃあ手短に言うわね。地下にはもともとたくさんの校区があったんだけど、ここ数年劣化の侵食が広がったせいで多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる校区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういうやつらは鉱夫たちと3日に一度やり合って彼らの物資まで奪っていく。ま、これは子供の遊びみたいなものだけど。でも今回は違った。2日前に突然鉱夫と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。それはひどいありさまだったわ。鉱区は地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようとボスは遅延を鉱区に駐在させて私に町の治安を任せたの。でも状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。そうだ、あんたの処遇はボスに会って決めてもらうからね。いいわ、私もちょうど仮想部を率いる人と会ってみたかった。ふん、いいでしょう。あんたもその目で仮想部の惨状を見届けるといいわ。あれ？お医者さん？ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。いい感じ。ナタ？ナタまで来てたのね。ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち、もうゼールと知り合ったのね。オレグは見かけなかったわ。コーフたちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。コーフとゴロツキの間で激しい衝突が起きて怪我人が出たと聞いたから助けに来たのよ。この人たちはみんな鉱夫やその家族たちよ。ことを起こした人たちを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。怒りに満ちた鉱夫に復讐されるのが怖いんでしょうね。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたらこの30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの鉱区が劣化に侵食され仕事をなくした。このことが公になったら鉱夫たちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで鉱夫たちも我慢の限界が来た。君の考えを理解できないわけじゃない。でも地下の人々は今苦しい時期を過ごしてる。
激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？いいや、それが目的ではないわ。ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。へえ、それは親切に。私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、チカは今厳しい状況だわ。もしよかったらここの住民たちを助けてあげてほしい。